この世の中には、錯覚が満ち満ちているわけですね。もともと人間の脳というものが、現在の知識で、理解できるものを納得すると。人間の脳というのは、正しいものを正しいとすることではなくて、自分の現在の脳で納得するものを正しいと思うっていう、そういう、欠陥があるわけですね。おそらく人間が全部絶滅して、次の人間のようなものが出てきたら、その時にはそういう錯覚というものが修正されていると思うんですが、残念ながら頭脳を中心に生きる生物って人間が最初なもんですから、仕方がないと思うんですね。で、この錯覚っていうのは、赤ちゃんとして生まれた時にはほぼ DNA で支配されたようなものしかないわけですね。例えば赤ちゃん生まれたらおぎゃーと泣くとか、嫌だったら泣き叫ぶとか、そういうようなものが遺伝的に備わってるわけですね。それがだんだん、両親の愛情、お母さんの愛情で、と、それから教えによって少しずつ目覚めてきます。ただ、もちろん赤ちゃんの時はですね、何がいいかわかりません。例えば、よくデパートなんか行きますと、床の上に転がって、床を舐めてるような子がいますよね。2、3歳ぐらいで。お母さんがダメですよっつって、わーっと泣き叫ぶと。ちょうど中間的状況ですね。まだ判断力はない。自分のしたいようにする。だから、もしも、そういった幼児にですね、あなたのことはあなたが選びなさいよって言ったらですね、床を舐め続けると。こういうふうになるわけですね。もちろん好き嫌いもあるし、教えなきゃならないことがお母さんは山ほどあるわけですね。そういう時に本人はいくら言っても言い聞かせるってことは、まず無理なんですね。言い聞かせるってこともできないではないけども、むしろ赤ちゃんにとっても苦痛で、ちょっとお尻でもペンペンってやったらですね、これはダメなんだと思うわけですね。なんでその時に、いわゆる体罰、お母さんがペンペンってやるかっていうと、まだこの自分の頭では判断できないんだけれども、自分の遺伝子が命じることが間違ってるので、それを直そうというのがお母さんがお尻をペンペンとやる、ことになるわけですね。そうすると痛覚を通じて、痛いという感覚が脳に行ってですね、これはどうも愛情深いお母さんがダメだと言ってるんだから、ダメなんだなとこう理解するわけですね。頭では理解できないわけです。私が虎ノ門ニュースでですね、赤い丸、つまり本人が理解できない領域っていうのを示したんですが、そういったもんなんですね。それから小学校に入りまして、次第次第に、知恵がついてきます。自分で判断力もついてきます。しかし、小学生にですね、あなたは何を学ぶの？それでこう並べますね。例えば医学だとか国語とかですね、経済学とか並べますね。で、何を学びたいのって言ったら、多分不適当なものを選択するでしょうね。自分が実力をつけるわけですから、自分で選んでもいいんですが、小学生はそこまで力がないんですね。ですから、本人が選ぶということは、何を学ぶかとか、どこの学校に行くかってことはまだわからないので、先生が教えるものを決め、親がどこの学校に行くかを決めると。それから、通学路なんかもですね、安全な通学路を、親が決めると。これが本人が決めてたら非常に危ない。早く行けるからっていうんでですね、トラックの間を通り抜けるかもしれないわけですね。だから、小学校はそうだと。それから思春期に入りまして、中学校、高等学校になると、これ難しくなりますね。つまり、かなりの判断力はあるけれども、まだ世の中はわからないわけですね。これ一番難しいんですね。要するに、自分で例えば理科系を選ぶとか文科系を選ぶということも出てきますし、その程度全体的にはわかるんですけども、例えば文科系の場合、どういう勉強したらいいのか、理科系でどういう順序で算数を勉強したり、数学勉強したり、理科勉強したらいいのか、まず理科でも電気から入った方がいいのか、滑車から行った方がいいのかとかいうことが一時ありますね。それもやっぱり本人に選ばせるというわけにはいかないんですね。どうしてかって言いますと、その中学校、高等学校ぐらいで本人が選べるのは、その段階で本人の力の範囲になってるものなんですよね。それはもちろん選んでいいと。ただ、まだそこまで力がいってないこと、例えば社会のこととか、男女のこととか、そういうことでよく、かわいそうな子供が時々出るわけですね。それで、いよいよ大学に行くときには、かなり判断ができて、自分はどこの大学に行きたいとか、将来何を目指したいというぐらいは本人が選べるようになります。で、本人が選べるようになるんで、そこのところは、
親の意見も尊重し、これは個人によりますね。大体はですね、こういうと語弊がありますけれども、語弊を構わず、お子さんの幸福のために私が言えばですね、優れた、将来優れ、優秀な人になるとか、幸福な人生を送ることができる人っていうのはですね、その時自分では決めません。なんでかって言いますとですね、自分はまだ若いし、例えば18歳で大学を選ぶっていう時ですね、自分がまだ若いし、親とか信頼できる先生とか先輩の方が多分自分よりか判断力があると、そういうふうに自分を客観的に見れる人の方が幸福になりますね。自分の我がまあ強い子もいるんですけど、我が強い子で、何でも私がっていう子もそれはいいんですけど、失敗の確率はどうしても増えます。ですからまあ、私なんかはややどっちかって言いますとですね、他人の意見を尊重する方なんですよ。実は私、職業をですね、最初会社に入って、それから私立大学に行って、国立大学に行って、それからさらに最後に私立大学に行ったんですけども、全部先輩とか先生の推薦通りにしました。大学から、大学を出て、ある会社に入ったんですが、それは私の指導教官が、あそこがいいよって言ったらそこに行きました。そうですか先生って言って行きました。っていうのは、その時の私の気分はですね、私は会社を選ぶ知識がないんですよ、実は。全然知らないんですから、学生ですから。だからどの会社が自分に合ってるかなんて全くわかんないんですね。やっぱり先生は鋭かったですね。先生が選んだ会社は私の能力にも性格にも合ってましたね。だからやっぱりわかったんでしょうね。先生がなんとなく、この学生はあそこがいいなとか思ったんでしょうね。私は、それは先生がお決めになるよりか私が自分で決めた方がダメに決まってるから、まあ、どこでもいいやってことで行ったわけですね。それから今度は会社から大学に移るときに、私の大学の時の別の恩師ですね、これはドクターの時の恩師ですが、その恩師が、大学に行ったらって言うから大学に行きました。そして今度名古屋大学に移った時には、名古屋大学にいた私よりか5歳先輩の教授がですね、名古屋大学にぜひ来た方がいいよと言うんで、その名古屋大学に行きました。私の人生っていうのは、職業を選ぶということについては自分は考えたことありません。本人に選ぶということはありません。このことは東大で一時ですね、私教育関係をずっとやってましたので、東大で一時ですね、カリキュラムを作るんですね。例えば哲学何単位とか、それからまあ理科系ですとですね、電磁気学とか、熱力学とかってこう作るわけですね。それを学生が選ばせるか、それとも全て必修科目でやらせるかという議論がすごくありました。それで結局のところですね、やっぱりある程度の必修科目である程度自由に選ばせようということになりました。それはどうしてかというとですね、やっぱりその本人が分かるのは何が分かるかって言いますと、どういう人間になりたいということは尊重するんですよ。それは横から何も言わないんですね。ただなりたいと本人が言ったら、それならこれとこれとこれを勉強したらいいよっていうのが、格好がだろうってことになったわけですね。で、これはいわゆる専門家と、例えばお医者さんとこ行きますね。お医者さんとこに行って、あの注射を打ってくださいとか、この注射を打ってくださいって言わないんですね。熱がありますとか、お腹を下してますっていうことを言うわけです。つまりこっちの希望、それを治してくださいっていうこっちの希望を言うんですね。そしたら、お医者さんが適切な薬とか適切な注射を打ってくれると。これはどこでもそうなんですね。その昔は、今では日本の建築というのはそのレベルが落ちたのであれですけど、昔の日本の棟梁というのは間取りは聞かなかったんですね。昨日なんか、一昨日ですか、さんまさんの番組で僕は言ったんですけど、カットされないで放送されたという意味ですけれども、その何か下宿を借りるときはですね、自分はどういう生活をしたいんだ、何年ぐらい住みたいんだっていうことをまず言って、そしたら向こうがまず基本的な、住むところを紹介するっていうのが正しい順序ですよと、まあ、いうことを言ったわけですね。これはお互いの知識が自分の幸福のために協力し合うっていうことですからね。もちろん自分よりか相手の方が間取りとかそういうのは知ってるわけです。値段も知ってるわけですね。こっちは自分の人生はもちろんよく知ってるわけですね。ですから自分が選ぶっていうのは自分の希望とか、そういうのを自分が言って、選ぶっていうのは専門家が選ぶっていう一つのやり方がありましてね。これがまあ、かつての日本の棟梁でありましたね。
うちは6人兄弟で、まあ、貧乏だからそんなに大きな家はいらないよと。だけど家族の団らんは大切にしたいんでと。まあ、こういうことをぐずぐず言うと、棟梁よし分かったっつってですね、家を建てるという。そういうコラボレーションって言いますかね、協力で良かったわけですね。で、今度問題になった中学生の校長先生が、女性は2人の子供を産む方が、職業的なキャリアというか大切だよと言ったと。これに対して多くの教育関係者、もしくはテレビのコメンテーターは、そんなバカなことはない、それは本人が選ぶことだと、こう言ったんですけれども、中学校の女子生徒がですね、それを選ぶことができるかどうか、どっちがいいかということですね。私は長い間の経験では、中学校の女子生徒ぐらいでしたらですね、やっぱり先生がですね、基本的にはこうですよと教えてあげた方が、平均的な幸福が得られると思いますね。まあ、その女子学生の中、女子生徒の中で後で結婚できない人はどうするのかとか、もともと不妊の人はどうするのかって、まあ、そういう問題があるんですが、それはですね、教育ではちょっと別枠にするんですよ。つまりどういう枠にするかというとですね、勉強ができないとか体が弱いとかいうのは人間としての欠陥ではない。これが大切ですね。ただ事実は事実として勇気を持ってみようということですね。足が悪い子は足が悪い子として認めよう。そしてその人なりに幸福に生きる道を探そう。それはその足の悪い人が一人いるから、もう運動会はやらないと。これはやっぱり間違ってるんで、足の悪い子で運動会に出れない子がいても、それは運動会はやる。だけど足の悪い子が運動会に出れないからといって、その子のなんか問題があるわけではないっていうのがですね、断固たる教育の信念なんですよ。私なんかもそれ徹底的にありますからね。この前の問題も、子供を産めない子は女性はどうするんだって、いやそんなの全然問題が違うじゃないかと。いや子供が産めない女性もう全然結構なんですよ。それはその人で立派な人間なんですよ。だけども100人中90人がもし子供を産むならですね、やっぱり運動会っていうか子供を産むことですね、それは別に進めて構わないんですね。それは偏見があるかどうかなんですよ。私はね、教育界の人とかテレビのコメンテーター見てね、随分偏見があるなと思いましたね。例えば体の悪い人は劣る人だ、子供の産めない女性は劣る女性だっていう観念があるんですよ。その観念のもとで物を見るから、その逆転するんですね。つまり子供の産めない生徒もいるのに、なんでそんなこと言ったら傷つくじゃないか。全然傷つきません。傷つくというのは、子供が、女性が、子供を産めない女性が劣ると思うと、そこで傷つくんですね。私がよくテレビで言いますけども、アメリカでですね、日本の女性が着る和装ですね、和服を着た女性はですね、なんて言われると思います？人種差別って言われるんですよ。なんでかというと、アメリカ人は日本人の方が劣ってると最初から思ってるんですよ。だから劣った格好の服装をしたら、それは相手を馬鹿にした証拠だってこうなるんですよ。よく昔顔を黒く塗ると、黒人ね、例えばちびっ黒とかありましたね。これはね、差別用語だって言うんですよ。全然差別用語じゃないんですよ。黒人と白人と比べて黒人が劣ってるというふうに見ると、それは差別になるんですよ。私は白人はどう思うで、黒人は心優しいと思いますからね。ああそう、白人が自分を反省してね、日本の茶髪みたいなもんですよ。ああ黒人を真似たんだなと思いますよ。それからチビもそうですね。チビとでかいのと比べてチビの方が劣ると思うから、チビがいけないんであって、背の高さは人間に関係ないんですよね。だからまあちょっと話が2つになりましたが、本人に選ばせるということは本当に正しいことなのか、それから私たちがなんかかわいそうだとかなんとかいうことの中に、その一番最初にその差別が入ってるんですよ、実は。だから本当に我々が人間というのの大切さ、人間の何ていうか素晴らしいところを認めればですね、実はどういう境遇の人が悪いなんてことは出てこないんですよ。ただ事実は勇気を持って見なきゃいけないと、まあ、そういうことですね。